割とこう自分で、まあ、作品作ってきて、アメリカまでやっぱり作品が届いているんだっていうのはやっぱり衝撃的というか、さっきもやっぱこの作品見てみましたみたいな話を言われて、ああ見てくれてるんだって感動しました。自分がこう面白いと思ったものがちゃんと面白いと思ってもらえてるっていうのがやっぱそのお話して伝わってきたので、それは感動したのと、まあ、自分の作品だけじゃなくてやっぱりこう街中にこうやってすごいおしゃれな、ね、こう景観の中にアニメのこう窓紛のポスターとかがあるとやっぱりおおって思いますよね。なんかそういう受け入れられてるとはすごいなって。今ちょうど「リトルウィッチアカデミア」の VR のブースを出してるんですけど、まあそれも面白いと思ってゲームを我々作ってるんですけど、実際やっぱりこれって難しいのかなとか分かりにくいのかなと思ってた部分も正直あったりはしたんですけど、すごい皆さん楽しんで。クールって言って 帰っていく姿を見るとすごい自信が出ましたね。やっぱこう自分たちが面白いと思ってるけど、それは言語の壁を越えてやっぱ楽しんでもらえ、文化の壁とか越えて楽しんでもらえてるのがやっぱり嬉しいなと思いました。まあもともとやっぱり子供の時から見るのが好きだったんで、やっぱそれでなんだろうな、こうアニメってやっぱこう学校で教わらないことだったりとか、やっぱその勇気だったり友情だったりとか、夢だったりドリームだったりとか、いろんなことを教えてくれるし、それでまあ育ってきたし、それを受けて、じゃあ自分もそれを受け止めて、じゃあ次のね、アニメが好きな人たちにどう伝えるかって、それをまた伝えるっていう、その自分がそのある種こう担い手というか、なんか作る側になったらより楽しいし、面白かったとか、こんな反応があったと、すごいポジティブフィードバックがあって、やっぱなんかそのアニメを作ることでやっぱりこういろんな人やっぱ出会えるし、こういろんな場所に連れてってくれるんですよね。まあ日本でしたけど、日本中のコンペティションとかいろんなとこでいろんな人と出会えるんで、本当にこうなんだろうな、こう人とつなぐこうきっかけにもすごいなってくれて、本当にアニメはいいなと 思いますね。